巫女の忍びよ、ようこそ。すみません、お米、またさようなら。主に尋ねたいか。はい。城の裏、床桜のタケル様が故郷、つまり、はい、春に限りですが、枯れてしまった。何、枝を倒り花をなくした床桜。狼と本の眉間のシワが、九郎様の不死立ち。さあ、ではな、また。よう、旦那、また秋。じゃあな、旦那。桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は床桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが。そうか。ですが、何者かが、失われたものは持ち去られた枝にしても先に他の子を集めることにし、ぎおい、
その背中不思議にございます。それがはい、仙宝寺の越の巫女より先。越智の巫女、仙宝寺の者たちはその末に生まれた偽りの竜、それが偽りの竜印。待て。はい、多くの越智の巫女がつく竜印は不死立ち御意戦況に至るための高圧の狼よ。床桜は枯れ残っておらぬか。はい、ですが、うん、失わ持ち去られた先に義を行くか。それが不思議か。赤炉、抜けぬとは。奥の院の巫女が言う不思議は、お主のようなものでなければ。不思議を抜き、その赤、私もいい。うん。のう、赤炉。不思議があれば、まこと。何がおっしゃりたい。その方、何を切るか。よく見定めてから抜くこ。これを。お主、気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時に源一郎はどうじゃった。どうとは。刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死のなかなかに。死とは。巴。あ、まるで舞のあやつの日、皆そこに引き。この一心、なん、不審、死なぬ者を切るか、よく見定。Come on.
Yeah!
私は熊野神左衛門と申す。堀回りの見回りを任ぜられております。見かけぬ顔だが明かせぬ明かせ明かせぬ。これは忍び衆ならばこの辺りで音をたどってステローに行ってみるといい。なるほど。ああ、井戸穴の底をたどっていけば調べ不審を見回るが、いとまがあらば井戸穴のたどっていけば不審を見回る、いとまがあら、ああ、
びのお方お役目を果たしていただき礼を言います。あの人はいいな。これで試しが進む。これは謝礼です。そろそろ私も施術。あなたは役目を我が師と共に。そろそろあなた我が どこ？お前が探していた。それはあくおらの探し。そう。でもありがとうな。真っ白。そうだ。飛んでいった。
蛇書きはの人人あっちじゃ、生書きはあっちじゃ、駆け越えて生書きはえ、しからお米困り、お米米だ。おう、おう、ありがたや。お告げを頼む。パン、生ガキを欲するなら、くぐつ回しで。生ガキをくぐつ、Mas tu...
かわいそうなオラのうまいやつマクチ。へえ、鬼の行部様も、けれど。
戦は続き、あんた泣いた。だからこそ さあ、ババが何を。あんたの親、そういうもの。金鳴らしがなければあの下森役の平田は死者たち。ご。
お主もあんな一途なスパレラー、お主ご死者たちに
ぬと思う。傷口や、これだけ、おかげで、そうか。